要するに何人来るか分かってないと向こうも人をどこに配置するか決められないから。はい、はい、分かりました。ここちゃんに2人は少なくとも行くという話なんだけど、2人ですか。うん、2人はもう行くけど、あとどんだけ行けるかまだ。ああ、できるだけ見に行ったことがいいかな、はい。あんまり電源容量多くないみたいな。昔なんか一回落ちたことあって、ね、あ、そうですか。昔 冬にイベントやっててね、電気ストーブやらないやら3つぐらい使ったらブレーカー落ちたことあります。だから あの家庭用のコンセントぐらいの電気容量しかないと思った方がいい。そうですか、わかりました。ちょっとそれなんかイベントかなんかですか。そうなんです。ちょっとここ試験会場でですので、なぜですね、扇風機を入れたいということを言われたんですね。だからいけるだろう。だからエアコンとかあの電気ストーブみたいな大容量使うやつをたくさんプランクしてる。その辺は多分設備の確認したらいいんだと思うんだけど。
ランスイーブルですThank you.
これでも余分にそういうのに回ってんねんけどな。失格にはならないけど、はい、失格にはならないけども意味で言ってます、うん、でそれに競技カードにそう書いたら多分競技する前の段階でくれるんだろうし、ああ。だから電柱って書いておいて白昼した場合は本当に新兵したのとは違う、まあ、それ自体の手の抜きはないけども何度手の方がなんか日本のにはついてくるところなので、だからバウンスはだから多分基本としても DH 用の手なのでもともと何度手ないから、あなるほど、最初と最後に入れたいですね、全中お願いします。演技点がゼロになるからね、なくなると。
バウンスしてから全中入るから、はい、着地限定はありますね。で、こうなった時に、なんか戻すとその時にまた限定されるとか。こうなって止まっとかんとダメですね、もし連れてたら。下手に動いて直そうと思ってやっていかない。レイアウトの足が伸びるようになって、踏み切ったといつも必ず膝が曲がってたみたいな、そのわけじゃない。どうぞ。まっちゃん来ないね。あ、そこにしたんだろう。きっと来なくなっちゃったらしい。来ないの。じゃあこの3人か。
体開いたら回転止まるから、はい、くるっと回してバッと、はい、開くでもまあ足伸ばとにかく足を伸ばす、はい、じゃあ次声かけたら足開いて、まあそこまでいかんかもしれんけど、ケツ上がってないと話にならんけど、もう回転はいいわけだ、そのくらいしっかりかけるね、あのビビって回転持たない、しっかり回す、はい、完全に伸ばすらしいんだけど、僕はそれやるとなんかあんまりうまくできへんねんな。抱えて、これでこの送りか。ここでも伸ばしてるじゃん、膝は。で、僕はもうあとからこういう足を下ろす、足先を下ろす感じで着地する。まあ着地は一番コントロールしやすいんだけど。しないけどな、完全に伸ばしきってしまうとさらにその勢いをオーバーしたりするので、あれだと僕はなんかあんまり着地がよく見えなくてコントロールしにくい。おー、綺麗ですね。
ケツ上げて回すのがちゃんとできないと、はい、立てないですから、そもそも。足立てここは、だからもうここからこう持ってってるでしょ、はい、意識としてはまず伸ばしてそこからひねるぐらいのつもりでいかないと、もう駆け急いで、もうなんか腰伸ばせるより何か先にこっちが行ってるから、はい、実際には確かにこの時間使ってひねりができないんだけど、意識としてはまず腰伸ばしてそれからひねるぐらいのつもりで上がるっていうか、まず伸ばすひねる、だから折れた状態でこういってそこからこう伸ばすひねるのは明らかに状態でひねる状態でこういくんでしょ、そこで伸ばすともこうなっちゃうので、もうすでにだいぶ慣れます。伸ばした状態でひねれば別にそのままで流れるので、せめてパイプができんとまずいな。え、立った状態から腹いくの怖くないの、はい、シート腹の方が怖くなくない？あ、そうです、シート腹の立った状態だったらこの高さでいかんだかよ。はい、そうです。もうスイムからシート、スイムから腹って言ったら、シート、スイムから、はい、
ゼロだからね。あひねり、一回ひねり分の 0.2。 フロントはひねりは 0.2、 フロント自体が 0.2。あ、
よりもまださらにちょっとランクが下くらいの、あのだから大阪大会とかやったらそもそも選手登録してないと出れないし、京都大会は選手登録なしでも出れると思う。あの氷トランポリンも、まあ、京都大会よりもまだちょっとレベル下くらい、バリバリの選手が出てこない、はい、2位で通過したら2本目でこけて結局僕が4位になって、はい、あ、そうかそうか、君か何入ったのね今もそんな話してて、体重が増えて、膝のさんがやばいんだ。1.1 型。最初ちょっとこう、なんか、へこへこ感じるから、もう始めて気持ち悪いようにしないけど、まあ、慣れてきた。ちょっと、できることもないんだけどな、なんか、難しくて。氷トランポリンの構成もぼちぼち考えて、氷トランポリンは、
E が高校生0.8 以上 2.5 までやからそんなに大したことないです。 2.5 までだから、だから 2.5 だと宙返り普通4本入れたらいっちゃうね。だからそんなに、まあ、そんなそれ以上入れたらオーバーしちゃうけど、宙返り5本入れたら 2.5 軽く超えちゃうから、だからまあせいぜいそのぐらいの大会ということで。ただし去年はなんかもそのままうちでダブル宙とかやってる人いたけどだから何も難しいのやっても 2.5 止まりなんですよ。だからやっていけないことはないんだけど2.5 以上は何度点あげませんよでも構わないです。だからまあ普通 2.5 以内でしようと思ったら中間に通せできますだし、まあそのぐらいのレベルだからそんなに頑張らなくても、まあ、あの中間にだから2本ぐらい入れてたらまあまあ頭と終わりに中間に入れるぐらいの構成で十分できます。なんか他のサークルでいえ、慶応結構忙しい。慶応はどうなんでしょう、まだバンドワークなんですけど、まあ7月に行って、うん、まあ、多分こっちがそんなに忙しくないから、これ週に行かないと、こっちから週に入ってない、毎日は、まあ、この時間しか来らないんですけど、慶応が入ってて、あんまり練習時間がない、ね、なんやったら、練習持ってやりたいんやったら、火曜のバンバクスってやばい。場所知ってる？あの、下京区の青少年センターなんで、高槻やな、うち。
Thank you.
か、抱え込み、もっとちっちゃく丸く抱えてパッてるじゃない、でも、足伸ばしたままの感じで、もっとちっちゃく抱えて。